謎考察その3なんですけど、これも激辛の10日目で気づきました。厳密に言うと10日目の動画をアップしたところ、そこにつけてくれたコメントで気づいたんですよ。キラマルさん、沼嵐を倒すと残された沼嵐の体にペレット層が生えて、キシジミとアカシジミが現れます。全く知らんかったって。で、これがなぜが謎なんかっていうと、これが直接謎なんじゃないんやけど、その辺絡んで派生して謎になったんで、もしわかる人いたら本当にコメント欄に書いてほしいんです。しかもこうやって教えてくれる人ありがたいです。僕ほとんど何も見てない、ピクミン好きやけどピクミンのこと詳しくないんで、こういうのあったら本当に教えてください。これ7年前も僕知らなかった情報だと思います。7年前あったかどうかも知らんけどってことですね。で、どっから話していきましょうね。沼嵐倒したらここに確かに現れてるんですよ、原生生物が。で、激辛の10日目の時にはここで沼嵐の残骸取りに来たりしてるときは、そのペレット層とかなんかなかったんですよね。ペレット層が生えてキシジミとアカシジミが現れますって書いてあるんですけど、まず謎は朝倒してれば夜出るんかってことですよね。だからこれ翌日になったから出てるんかどうかですよね。そして日数できるだけ使わないでクリアしたい。クリアっていうのは原生生物もコンプリートしたいから、ここの図鑑も。そうすると1日で生まれてほしいし、1日目に沼嵐倒したいが、再会の花園の序盤で倒さないと1日使うことになってしまうんですよ。アカシジミを取りに来ることによって。僕話し方下手やな。アカシジミここにしかいないらしいんですよ。だからなんですよ。で、僕はもうここをね、何回も出って言うけど、フルーツコンプリートしてメモもコンプリートしてるんですよ、激辛10日目に。なのにアカシジミだけのためにこの1日費やしに来れんやんっていう焦りと同時に思ったのが、いや、いけると思ったのが、ここにアメニュードとかも倒してるんです。これ、二人用のストーリークリアしたデータが反映されてるんですよ。なぜかなっていう、ここも謎なんですよね。で、ヘビガラスも2って書いてあるんですよ。持ち帰ってないの。僕、持ち帰った記憶絶対ないんですけど、激辛で。この辺もですね、大砂フラッシュも持ち帰ってないけど2ってなってるってことは、倒しただけでカウントされるってことなんですよね。で、何回も出て言うけど、分析した原生生物の種類って書いてあるのが、だからロケットに持ち帰らないといけないっていうイメージやが、なんやけど、持ち帰らなくても倒せば残ってるっていうことね。まず1個目、1個目じゃないな、もう何個も謎あるな。で、白シジミはもう入ってるんですけど、キシジミすらいないんですよね。でも俺キシジミは倒したやろなと思ってるんですよ。でもカウントされてないか倒してないんかなと思って来たらこんなになってて、で、さっき1回やった時にさ、ここで赤しじみをね、ちょっと倒すの難しいんですけど、倒しますね。この状態でさ、ここの図鑑に乗らないんですよ、まだ。これがちょっと怖いと思って持ち帰ったの。そしたら出た、原生生物図鑑に。その辺ちょっとお見せしますね。で、どんな謎や、これ。今までに謎何個出てきた？ですね、まとめますと、倒しただけで出てるはずなのに、倒した瞬間は出なくて、でも持ち帰ったら出るんですね。持ち帰ったら出るんです。つまり、他のセーブデータにこのセーブデータをコピーして、そこで倒して持ち帰れば、そしてそれをできるだけセーブすれば、メインのセーブデータにも反映されて、日数を費やさなくても、原生生物コンプリートしたことになるんかっていう謎ですね。さらにですよ。じゃあそもそもここって他のセーブデータと一緒に共有されてるんやってことは、新旧バッチ側の扱いやんが、どっちかというと。こっちはそうやから、マージっていうかな。マージっていうんやけど、そういう他の時にやったことも一緒になる。他のセーブデータかな？他のセーブデータでやったことも一緒になるっていう側なのに、ここに入ってることも謎やし。でも、ここの果実レポートとか探索メモは他のセーブデータとはマージされてないんですよ。ここら辺謎ですよね。でも結果、さっき言った通り、他のセーブデータでこれを持ち帰って、セーブして原生図鑑に追加すればね、一応日数費やさなくてもできるなっていう安心感が生まれたっていう話でした。皆さんどう思いますでしょうか、これに関しまして。コメント欄に意見ください。ここ見てみますと、これが載ってますね。で、俺はほんじゃ、今までの動画見返したらキシジミは倒してないことじゃないとおかしいけどね。以上です。
あ、異常やけど、もう一個、これ見てみましょう。ここにしかないらしいんで、これ絶対取ってほしいですし、最後に余談みたいになるんですけど、沼嵐は2になってるんですよね、ちゃんと倒した数。で、沼嵐って寄生してるんですよね、この、日だまりの実みたいなの。日だまりの実みたいって言ってたよね、この子が可愛いな。で、寄生した翌日に、今度はペレット層が奪い取るとか、そこに生えて生きるっていうね、そこら辺深いなと思いました。さっき言ったっけ俺、何分か経って、朝倒したら夜にはできてるんかとかやね。僕昼頃倒したんで翌日しかできてなかったんかもしれない。できてないっていうのは生えてなかったんかもしれない。その辺知ってる人いたらコメントください。じゃあ、謎考察のシリーズ、これからも続けていきますんで、なんかありましたら、またコメントで教えてください。失礼します。